はい、皆さんこんばんは。パワープロ2023阪神タイガースペナント続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。んじゃあね、いつも通り出番でチャンスになると俺がプレイしていく。よろしくです。先発はこれ西矢、調子を持たら西矢いきましょう。で、木浪の調子があれなので、大畑を今回は使っていきましょうか。他は、変える必要性はないですね。 OK、 相手クリか。打てるかどうかは俺次第。ここまで好相性を誇る広島相手に阪神打線はどういった内容を見せてくれ、なんか言葉出てけえへんかったけど、見せてくれるのでしょうか。西を頼むで、しかし しゃーなしやでとも言うとれん展開になったと思ったら打たれたわ。もう結局打たれるんかい。まあ最初のな、ほんま1点目はしゃーなしと思ったら言うた瞬間3点目取られました。でもテルが取り返すから大丈夫です。反撃開始。さあ1点差、めっちゃ甘いコースでもなかったような気、いや甘かったかな。インハイはな基本的に打てんのですけど、珍しくバチコンぶち込めましたね。さあまだまだチャンスを作って、ここで代打で糸ちゃんが出てきました。打率は2割8分。いやもう代打な、ほぼ代打戦でこれやったらもう上出来ちゃうか。もうてかもう、ワンストライク入っとったんかい。うっといなこれ。バントですね、ほぼ。いやこれ西変えてええ思うけどな、もう生かす意味ないやろこれな。ただお前こうみんな調子悪いな。調子のええ、あーどうしようかな。いやここはもうダン小野寺にかけるわ俺は。育成せんといかんやろ小野寺。そろそろ若手ともな呼べんような年齢になってきてるからな小野寺。小野寺もしっかり育成して、行きたいところだが、秋山まだそんなプレーができる。さすがにね、全然守備はまだまだ健在と。簡単に追いつきよった。ピュー、おい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 お前このご時世的に無理やで。岩崎がまたも打たれ、うわっくっそー。ここまでなめちゃめちゃ相性の良かった広島にまさかのカード初戦負け。マジか。これは新井さんも喜んどるやろな。一死死で。さあ、小園、いや、パワープロの小園マジで打つんよな。いや、オペラやってても思うけど、小園ってオールスターとかにもな、毎回選ばれてるしな。世界大会とかな、あの WBC みたいな大会にも。毎回小園ってね、入ってきよんねん。あそこのメンバーに。まあ、確かにな、あの特能はな、なんかいっぱいついとるからな、うん、言い悪いは別にして、で基礎能力が基本高いからほら選ばれるわなという感じですね。いやちょっとね、西誤算だったな。いや西は別に誤算じゃないか、打線が誤算だったわ。さあ二方、ちょっともう二方はもうね開口、最高候補筆頭と言ってもいいですね。俺の中では申し訳ないですが、さあ高橋ペコリ王子行きましょう。お前は
いいね、調子がいいよこれ。ただお前カエル選手おらへんつ、おらへんわ、申し訳ない。枠埋まってます。これ糸原行くか。糸ちゃんは当然サード起用ですね。まあ、ファーストがいいんですけど、まあ、サードで行かせます。でノイジーをショートで使いましょう。ノイジーは適正ショートもね D50 はあるので十分ですね。でこれでいいかな、うん、はい。さあ久しぶりに糸ちゃん操作するか。めったにな操作することないので代打で起用してるから今。おいおい相手はちょっと前に話題になったあの選手がノリノリという。マジか。しかし打撃はな怖いぞ、うん、注意していけ。めっちゃどうでもいいけどみんな軽音で誰が好き。突然申し訳ないけど僕ねあの平沢ゆいちゃんいっちゃん好きなんやけど、当時ねライブチューブライツベで配信してた時に軽音で誰が好きってなんかリスナーに聞かれたから、いや俺ねゆいちゃん好きって言うたらよ、うん、お前ゆいちゃん好きなんやいいやつやなって言われたんやけど。2010年頃ゆいちゃん好きな人っていい人な。意味わからんくない。全然いい人ちゃうけどなこれ。ひねくれてる、ひねくれてますせ。基本ネガティブ思考やし、バトルロワイヤルの世界におったら真っ先にあれやで、友達を裏切るタイプの人間ですけどね、連れをことごとく裏切っていくそういうタイプの人間ですけどね私。ええ、バトルロワイヤルな俺中学校の時にあれ見たんやけど、コミックね、映画も良かったけどコミックも良かったよな。エロとかもあってグロありエロありでたまらんかったな。うい、見れてるね。まあ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 、大瀬良さんそれは私に要求許可へ通用しないボールです。いいね、綺麗なねお手本のようなセンター返し。いやここまでペコリ王子がめちゃくちゃええ投球しとるんやからな、打線応えたらんと。まあでも相手大瀬良やからね、だスタミナはもうないぞ。この回勝負だろ、うん、1個アウト取られと取られてもうてるけど。マジキワキワか、熱いな部屋が。しかし今ペラペラの長袖着とるんやけど腕まくりしてますね。全然熱いわ。まだギリギリ半袖はな金でいけるやろ思ったけど、これ普通に半袖でもええかもな。俺半袖着るなんかね、あの寝るとき嫌なんよな、窮屈やから。体にフィットしすぎとるんかな俺の持っとる半袖な。起きとるときはええんよな、座っとるときとか、寝たら横になって寝たらなんか窮屈なようなピチピチになって、それが嫌なんですよね半袖って。いやこれはダメよ、ダメよダメよダメなのよ糸ちゃん。いや点取れず回ってきよったね。ここまで4打数1安打ピッチャーは変わってますね。151伸びあるの。いやちょっと糸ちゃんダメやわ、うん、やっぱバッ、うん、俺が操作するのはダメですね。任せよ CP にね。うっし勝ったでしょ、 OK、 これが相性ですよ、うん、延長にもつれたけど結局勝つのは阪神と。
いやいやいや、怖いね、相性注文は。これ阪神サイド、阪神ファンサイドはね、もう絶対勝てる思ってたと思うで、逆に広島ファンはこれもお前負けるんちゃうかみたいなね展開に持ち込めました。ちょっとね、まあ、なんか見栄えは青いな、なんかな、みんなめっちゃ青いな、10安打放っときながらなんかすごい青いけど、いや6打数1安打とかだったらすっごい打率が下がるんですよ。糸ちゃんも2割8分あったのにね、ただ若手躍動。いや中継ぎほんまめっちゃ素晴らしい奮起したな今回な。阪神の中継ぎバカにされるでこんなんな思ってたけど、このゲームの中ではよ、めっちゃ打たれとるから、これだったらバカにされんで済むわ。さあ本日ラストゲーム行きたいと思います。先発は当然大竹ですね。ここまで数字残してる。ただスロスタ持ちというのがね気になる。絶好調じゃないとスロスタは消えへん、だったはずよね。パワープロって昔のままでいくな。今のねあんまパワープロわからないけど、あれ絶好調やったらいろいろ消えるよな、いらん特能、クソみたいな特能って。チームがピンチになると私が、操作していきたいと思います。じゃあいきますか。まあただオーペナをね今僕また同時進行でやってるんですけど、完全プライベートで大竹とか佐伯はね割と打たれますね、特に大竹。やっぱなスロスタ持ちは先発きついっすね。佐伯も大竹もスロスタ持ってるけど、まあ中継ぎで規制があるんで中継ぎで使う分には申し分ないんやけど、先発で使ったりしたら急にボコ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 打たれたりするんでね。あとキャッチャーリード効果を少ないにしてやってるからかもしれん、あれ普通にやったら普通以上出ておもんないからな、キャッチャー C とか B がチートすぎて。秋山お前か、怖い球やで今の。こう秋山とか普通にキワキワ勝負して、しかもデビッドソンの方がマシまであるけどな、俺前デビッドソンに打たれてる気がするので甘いけどな。ちょ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 、大山がの守備範囲が異常に広い。デシャバルな今のは、セカンドでええぞ。え、デビッドソン広角打法持ってるやん、怖っ。怖え、パワヒの次に怖い徳の親で俺の中で。甘すぎて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 、オッケー、あぶねー。さあここまで貯金いつの間にやら18もあったんやな、それに 2.5 ゲーム差の横浜エグイド。なんか勝ったり負けたりしてるうちになんか貯金が18もありましたわ。10連勝とかしたんやったっけな。せやからか、やっぱ打てば打ち勝つ野球をテーマにやってきて正解かもしれんな。中継ぎがこんだけボコボコの状態でようこんな首位守っとる。回る回る、ま、回らんよなさすがにな、それはな、踊れはな。ここで時の人となった中村ですか、怖いねノリノリは。これ森下小園で勝負するんありやけどな、どんだけ能力低くてもノリノリ選手怖いわ。満塁策やねここ森下で、まあ、ゲッツー取れたら最高、さすがに打たれんと思うわ。フラグちゃうで、1割8分2厘4打点打点はあるんよね。いやもう外野前進でしょ。いやちょっとボール球、あストライク、いやちょっとねちょっとビビってるビビってるビビってる。オッケーオッケー、ナイスピッチ。いやこんなクソみたいな打球一番しょうもないぞお前な、絶対ゲッツー取れへん今の。
ッケーオッケーオッケー。いや投げるんが遅い。は？ホームも今間に合わなかったよな絶対な。え？大山投げるん遅くね？適正 C あるのに。まあ、リアルのな大山の守備を見てたらもうファーストの適正は A でいいけどな。めっちゃ守備うまいで。補給もうまいしな。ガチでブラゼルの上位互換や。オッケーナイス。ブラゼルの補給技術プラス守備範囲の広さ、それが大山。点は取る。ちょ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 。さあ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 来たー、ピンチ来たー。ピンチ、ワンアウトランナー二塁で中村。怖いね、パンチ力のある選手はちょっと怖いぞ。ここはダブル中村か。外前陣でいきましょう。いや曲がりすぎてるな。ちょ甘いな。こうチェンジアップがなんかさっきからよう打たれとる気がするから、一球もう一球ストレートこんなとこに投げて、でカットボール。うーわ怖すんげ。頭超えてくか思った。いや連投ダメや、多投ダメやな。カットボール。中村は当然ね勝負いえいやするわ。ほんなら次ピッチャーから始まるしな。オッケー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 。普通にやったらこうなるこうなるこうなる。大丈夫大丈夫。めっちゃ捉えられてるな。たまたま野手の正面ついただけやで。あと中野の補給がね低いんで、ああいう打球マジで怖い。秋山か。もう大竹変わってもいい頃合いやな。5回といえどね、やっぱりスタミナがちょっと足りてないので、佐伯とか生かしてもいいかもしれん。もうこの回だけや思って、全力でいこう、大竹。これはもうボール球で。オッケーオッケー、そんでいい、そんでいい、それでいい、それでいい。うますぎだろ、秋山、それは。キモいぞ、お前。今のフェアゾーン落ちてたら、お前、ひどい目に合わせるからな。パワープロというゲーム、オッケー。デビッドソン、これ、もうここはピッチャー変えましょう。佐伯行かそう。リリースがクソむずい。なってきたんで、ここはもうピッチャー変えるとき。広角打法を持ってるんだ、マジでエグいな。甘いなぁ。完全にミート合ってたけど今。おっしょ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 。どうするアイフル、どうするアイフル。まだ余裕あるぞ。あっけ、まあ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 普通にやればね大丈夫よ。デビッドソン次行ってみようかどう。さあ来いや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 。ええ。いや佐伯どないした。防御率爆上げ。坂倉ういうい。魂のカットボールが捉えられて、ういうい。このフォークマジで全くタイミング合ってへんぞ。さあここで小園やっぱり打っとるな。お前マジで小園怖いわ。パワープロの小園とかいう化け物マジ怖い。ほれ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 。おい近本ええとこにおった。抜けた思いましたけどね今。いや怖っ。完璧に捉えられてるよ。いやもう最近代打でええぞ。でこれケーラーケーラー半下できよったで。これまたなー、コンワイン、コンワイン、ケラーハンが出てきました。ハマチでよかったのに。全然ハマチでよかった。ケラー、そんなもん投げたらお前クビやで。うい、俺
俺外人に厳しいからな。日本人に甘いけど外人には厳しいんで。うっす、ナイス、ナイス。さあ西川君、勝負を避けてもいいよ。こんだけノリに乗ってる打者とあえて勝負する理由がないもんな。これ、え、これ怖くね、普通に。西川君と勝負する方が怖い思うけどな。行くか。なんいや、もうこれはしゃあない。行くしかない。行く。ほぼ行きかけました。いや、これも完璧に捉えられてるよ。たまっ、ほんまに俺大勢マジやばいだろ。全然抑えへんやん。はい。出た松山ね。怖いわ松山マジで。いや松山ほんま怖い。どうする、外野前進になってるけど大丈夫か。外野前進ストレート、ここに一球ポーンってストライク掘って最後ラストこの、これほんま CP に効きまくりやな。このフォーク全然ミート合ってへんもん。追い込んだらあれでいい。追い込むまではちょっとね、あれ多投してたら合わせられる可能性があるからあんま投げれへんけど、ここで投げちゃう。さあノイジーの守備は、かなり素晴らしい。ノイジーサード適正が C なだけあるわ。いや警戒やで。もう肩もええしの鉄砲型やで。また延長これ行く、行っちゃう。ノーアウト二塁でハマチ。秋山の次が田中康介。うわー、田中康介でいいんちゃうの普通に。でこれどないなってる、いやミエセス変わってほしいな。えミエセスお前変わってええんちゃうかこれ。正直あんまり、いやここはもう守備重視やな。ここに熊谷入れときます。で熊谷に回ってきた時に小野寺とか森下とか出してけ。うん、めっちゃまだ残っとるしな。全然いいよ。いや外野てか熊谷適正がほんま外野も D あるんで頼もしいわ。怖いカーブ。いや秋山はほんまキワキワのとこでいいっすわ。そうそう、こういう球外れたら外れたでしゃあなし、しゃあなし。はい。大山エラーないよ。エラーしたらマジでないよと。オッケーオッケー、次はないぞ。さあ田中康介、リアルでは好調な田中康介ですけどゲームでは能力は低い。かつての輝きは、ね、全くなし。イケメンなだけという感じ。そんな田中康介に打たれるわけにはいかない。やばい。足ある。足早いよ。オッケー。さあブルームか。マクブルームは西川君に比べたら数段抑えやすい。ここはうわお前ミート打ちしてきよんかい。それは怖いな。はっ、わあわあ。西川くんより怖い存在だったわ、マクブルーム。いや、得意なお得意様のカープに一勝二敗はカスすぎるやろ。待ってはならん展開へ。一戦目落としたんがマジでかすぎるな。うわ、マジか。追いついてから、いや、追いつい、勝ち越してから追いつかれてやから。まあ、これはクソ試合ですわ。やってるー、打ってくれー坂本激冷え。ちょっとこれは大竹かわいそうやなー。まあ佐伯がちょっと誤算だったな俺の中では。俺が打たれたし。マジかー、マクブルームに打たれた。全く無警戒でしたわ。
はい、じゃあ次回ね、ヤクルト戦から続きやっていきたいと思います。じゃあまたね、バイバイ。